たなって、三菱のコマーシャルあったな昔。はい、ということで、皆さんこんにちは。春間近でもまだ山は寒し、ちょっと寒しってなんや、もう寒いわ、めっちゃ寒い。今は泉区、仙台市泉区にあります、こう目の前にこう、もうスキー場の雪ないしな、あれな、泉ヶ岳です。そば、ラーメン、うどんがない。あ、スキー場の雪ないんだね、もうね、終わってしまったんだ。まだ3月下旬入ったところですけどね。とかって、今回ね、自分これが調子良ければこれで SSTR に出てみたいなと、790で、出てみたいなと思っております。まあ、一応エントリーは忍者の方でエントリーはしてたんですが、後変更ができるってことでしたので、これを調子良ければデュークで行ってみようかなと考えてます。はい、でね、ブレーキね、これダストだまりが治ってくれればいいんですけど、治る、まあ今はなってないからいいか、なり始めたらまた見てもらわなきゃいけないんだけど、まあそういうとことか、前回はちょっとだけ漏れちゃったんですけど、すぐ直してもらったんで、もう今それ以降はないんですが、まあ、ちょっと不安があるんでね、遠くに行くのがちょっと不安があるんですよ。でもこうやって毎回休むときにちょこっと乗ってみて、まあ、いろんなところの不具合出ないかなと思って今走ってはいるんですけど、全く出ないからいいかなと思ってます。まあ一回点検してもらってからね、参加したいなと思っております、 SSTR。 まあ SSTR 申し込みがなんとも過酷で、自分にはですよ、何、3月3日午前0時から受付開始っていうことで、まあ卑怯なんですけど、僕はパソコン3つぐらい立ち上げて、どれが先に来るかなと思ったんですけど、一番最後にログインしたのが一番最初に来まして、であとみんな消しちゃいまして、受付は00分からだったんで、まあインターネットですから時間の誤差ね、あると思います。まあ見てる、この目で見てる時間っていうのは変わらないですよ。インターネットでその配信されてくる0時0分0秒からこう使いますって言ってもね、ネット回線の問題がありますから遅いのもありますし、タイムラグ20秒も30秒もあるかもしれませんしね。はい、まあそういうとこをね、そういうとこだって、そういうところを踏まえながら、ちょっと0分前にやってみたりとか、0分ちょうどにやってみたり、0分10秒ぐらいでやってみたら、0分10秒で入ったのが一番最初に、エントリーの申し込みできるようになりました。まあ、事前にひな型入れといて、それを引っ張ってきて、あと足りない部分入れて、あと決済うんぬんっていうのがあって、まあ、僕はソロで、参加いたしますので、1万円ですね、参加費1万円で、手数料が5000円、5000円じゃない、500円で1万500円、これはエントリー時にもう決済しております。本当は去年も一昨年も出なかったんですけども、全部タイミング、自分の勝手なタイミングですよ。いや3日もあれば4日もあればと思ってたんですが、全部ことごとくキャンセル待ち申し込みで、結局いつの間にか忘れちゃっててね、メール来てたんですけど、
メールかなきったのキャンセル空きまあったんでってんで、でそれもこともうキャンセルしちゃってね、本当に行ってもらいたい人に行ってもらえればいいかなと思ったんで、その空き分誰か使ってくださいっていうことでキャンセルしまして、2016、17、18って参加するつもりですよ、つもりだったんです。だったんですが、結局休みが取れず急な仕事が入りの、全部ことごとく、仕事でパンになりました。まだ雪あるんだこれな。スキー場がもう雪がない。黙っちゃった。まあ仕事で全部ダメになってしまったんでね、実はエントリーしてたことも本当に参加できるよっていう時に言おうかなと思ったんですけど、全部ダメだったんですね実はね。まあ、そもそもなんで参加したいんだと。日本、太平洋側から日本海の、その、何ですか。石川県まで向かってね。なんで参加したいんですか。という人は北海道とかね、九州とかからも来てますからね。まあ、それぞれの思いがあると思うんですが。私の場合はですね、あのゴールをくぐりたいというのと、夕日をもう一度見たいという気持ちが あっての参加なんですね。なんで夕日みたいなね、何ゴールくぐるだけって思うかもしれませんが、実はですね、私あの仕事で、その仕事ですよ、全てを参加できなくなってしまったら、そのお仕事のおかげで参加したいと。じゃあ何だったのかって言いますと、その SSTR の2013年かな、13年は僕輪島結構行ってたんですね。輪島とか、どこだ、七尾とかね、あの辺、富山県とかあの辺行ってたんですけど、それで輪島からレンタカーで、その日の9時か10時まで、10時までか、夜の10時までに、あの福井市まで行かなきゃいけなかったもんですから、輪島を3時か4時ぐらいに出たかな、4時ぐらいかな、5時6時ぐらいにちょうどその夕日が沈むとこを沈むとこですね、まあ、まだ沈んでるわけじゃないですけど、日が傾いてこうすんごい綺麗なまん丸の、確かそうだ、まん丸だったな、かすってたかな、なんかいろんな写真とか見てるから、あの混同してるかもしれませんけど、こう13年かな14年かな忘れちゃったけど、それのゴールがたまたまあったんですよ。僕あのその夕日を見たくて降りて、車で砂浜走って、あいいなと思って、こういうとこあるんだと思ってね、話は聞いてたけどと、
そしたらそのゴールが寂しくあって、その当時そんなに参加者いなかったのかな、よくわかんないですけどね、調べてないんで。でそれを見て、バイクのイベントですと教えてもらったんですね、その車止めてた人にね、らしいよと。でそれで初めてその SSTR っていうものを知ったんですけども、それ以来石川県っていうか能登半島とあの辺はそれっきり行ってないんです。だからもう記憶がもう5年も6年も前の記憶しかなくて、まあそれね、以前に行ってないからもう分かんなくなっちゃってるから、もう一回見たいなという気持ちがありまして、でなおさらそのバイクのイベントに絡めて行けるんだったら最高だなと思って、 SSTR を今度こそ申し込んでね、夕日を見たいなということを思ったわけですよ。 SSTR ね、サンライズサンセットの SS でいいのかな、ツーリングラリーっていうのかな、あれ忘れちゃったな。はい、それに参加して、夕日を見ていきたいと、千浜白衣のね、さあ年々とあの砂浜の幅が狭くなってるというふうには聞きますけど、あそこ唯一走れるっていうところでね、まあいいかなと思って、まあ走れるうちに行ってみたいっていうのもありますけど、ということで、SSTR 参加しますよということです。参加はエントリーはできました。あとはグッズが4月中過ぎに送られてくるらしいので、それでゼッケンが何番になったか確認したいと思います。というかこのデュークどこにゼッケン貼るんだろうね、貼るとこねえぞ。おでこにでも貼っていこうか、ヘルメット。はあそうか、貼るとこねえか、これヘッドライトには貼れねえしの、スクリーンはないし、まあ考えましょう。はい、そういうことで SSTR 参加しますということです。もしこの動画を見ていらっしゃる方で SSTR 参加される方いましたら、道中、あそうだ、道中ね、道中は僕松島からスタートして三陸道乗って福島まで一気に、とりあえず途中の道の駅で一回降りて、村田かな、村田で降りて、あとは郡山まで一気に進んで、そこから下道49号線会津の方まで行って、そこのチェックポイントの道の駅を、その道の駅を行って、またそこから49号線で新潟抜けて日本海側を走り、能登半島に向かいたいと思っております。そんな感じのルートですね。はい、そういうことで皆さんもし見かけましたら、この790もしくは真っ白の忍者線見かけましたらお声かけください。よろしくお願いします。ちなみに私は人見知りをするんで、自分から声かけに行くことができませんので、もし見かけたら本当に声かけてください。よろしくお願いします。では今年の5月の最終週の土日 SSDR で会いましょう。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。